この後二人きりで。そういうつもりはありません。では。私の誘いを断るなんて絶対許さない。痛い目見せてやる。男は全員自分の言いなりと勘違いした女の末路。俺の名前は轟圭一、日本最大勢力のヤクザ土蜘蛛の若頭だ。今日は経営する相席居酒屋の様子を見に来ている。今日も客入りは上々、商売繁盛っすね。女性は料理付きで飲み放題無料、男性は相席料と料理代を取る。これならキャバクラやって女性従業員に給料払うより安上がりだ。さすが轟さん、これでまたうちが上納金1位っす。よせやい、こんなの朝飯前の準備運動にもならん。轟ちゃん、見ました？3番宅にすげえ美人いますね。ほら、めっちゃ美人やないですか。確かに、常連になれば集客効果が期待できるな。轟さん、お話中すみません、ちょっとご相談が。ん？ああ、今行く。はあ、付き合いで来たはいいけど、全然いい男いないじゃん。安っぽいスーツ、貧乏人は論外。会話に知性がない、納金に救いなし。顔が無理、生理的に無理。ご相席よろしいですか。ねえ、すんごい美人だね。ちょっとやめてよ。ちょっとぐらいいいだろう。あんた程度の男が気安く触らないで。お客様、当店は女性客への接触は禁止です。早く消えてよ。そんな怒んないでさ。お客様。あ、当店は女性客への接触は禁止です。ああ、なんか電話来たみたい。もしもし、もしもし。大変失礼いたしました。別に。アブエンさん、ありがとうございます。いや、トドロキさんが外してるから代わりに来ただけだ。気にするな。あの人ありじゃん。どうせ私に一目惚れしたってとこね。声かけてあげよっと。私優しい。はい。助けてくれてありがとうございます。いえ、とんでもない。店のルールですので。そのさっきのお礼がしたいんです。よかったらこれから別のお店に行きません？いや、仕事がありますので。じゃあ今度。いえ、そういうつもりはないです。は？この私の誘いを断るの？どうして？頭おかしいんじゃないの？うわ、あんな美人の誘い断るのかよ。もったいねえ。それではごゆっくり。何を調子に乗っちゃって。私に恥かかせたわね。絶対許さない。女の復讐すまねえな、ハブエ。いえ、今日は売り上げの回収っすね。ああ、ついでに店の様子も見てくる。終わる頃、お迎えに上がります。よかった、また会えたね。あなたは？あなたに会いたくて店の前で待ってたの。俺に？ちょっと一緒に来てよ。なぜです？いいから。じゃなかったらもうお店来てあげない。見ました？3番宅にすげえ美人いますね。確かに、常連になれば集客効果が期待できるな。轟さんのため。わかった。おい、こんな路地裏で何の用だ？だって人がいたらゆっくり楽しめないでしょ。何を言って。しまった、迂闊だった。てめえか、俺の女にちょっかいかけたってのは。それだけじゃないの。お店のトイレで乱暴されそうになって。この女、お嘘つきやがって。とんだ言いがかりだ。ふざけた真似しやがって。生きて帰れると思うなよ。ボッコボコにしてね。当たり前だ、お前の気が済むまで痛みつけてやるよ。嬉しい、大好き。ま、こんなもんか、行くぞ。見た？男はみんな私の言いなりなの。だって私美人だもん。私が誘って断るなんて、あんたが頭おかしいの。わかったでしょ？天罰だよ。いい君。ん？おかしいな、アブエが来ない。とどろきじゃないの？有賀谷。こいつは有賀谷由紀、いつも俺の前に現れる女刑事だ。なんだよ、職務質問か。まだ何もしてねえぞ。お会いにくさま、今日はあなたの捜査じゃないのよ。は？なのに会うなんて、とんだ腐れんだわ。早くあなたのこともお縄にして清算したいものね。あ、こっちだって刑事なんかと縁があってたまるかよ。すっげえ、俺はこの縁、なんなら縁談でまとめたっていいんだぜ。今すぐにでも結納に。この界隈で悪さしてる半グレ集団がいるの。なんだって？うちの島で舐めた真似を。
もしもし、ああ、キリギリスか。何？アブエが？キリギリス！トドロキハン！アブエ、なんだってこんな目に。アブエハン、無理せんで、喋らん方がええです。くそ、アブエがここまでやられるなんて、絶対に許さねえ。お前の仇は俺が討つ。お礼参りだ。ヤクザの仇討ち。いた、あいつだな。いやー、やっぱりあんだけ美人やと目立ちますね。おかげで探すこっちは楽できたな、キリギリス。段取りは分かってるな。行くぞ。お一人ですか？はあ、ナンパ？今日で何人目よ。連れが今外してるの。デート中だからどっか行って。以前、うちの店にご来店くださいましたよね。お綺麗なのでよく覚えています。店？すぐそこの相席居酒屋ですよ。実は俺の店でしてね。ああ、あそこの。って、俺の店？オーナーさんなの？ええ。ふーん、経営者か。身なりもいいし、お金持ってさ。あなたがいると店が華やぎます。また店に来てくれませんか？気が向いたら考えます。よかったら今からでも。今から？こんな時間じゃまだ空いてないでしょ。俺が個人的にお話ししたいんですよ。開店前に二人っきりで。来た来た、男って単純ね。でもデート中だし。なんかしな、こんなとこで油売ってないで戻ってください。かしら？あら、かしら、こりゃずいぶんな美人とご一緒でびっくりやわ。キリギリス、お前芝居下手すぎだろ。おい、見てわかんねえか、この状況。射程なら木聞かせるもんだぞ。射程？いや、こりゃ失礼しました。絶対婚約者め。すまねえな、野暮な野郎でよ。ねえ、お兄さんヤクザなの？バレたか。土蜘蛛って知ってるか？そこの若頭だ。土蜘蛛の若頭？彼氏の肩書きとしては不足ないんじゃない？むしろ最強カードかも。で、来るか来ないか。言ってあげてもいいよ。一緒の男はどうすんだ？返す。だってあいつ私の言いなりだもん。引っかかったな。近くで見ると一層綺麗だな。よく言われる。それだけ綺麗だと面倒事も多いだろ。変な男が寄ってきたりよ。そうなの。でもそんな害虫は駆除すればオッケー。駆除か、頼もしいじゃねえか。お前くらいの美女になるとやっぱそこらの女とは違うな。まあね。駆除ってどうやんだ？最近ではね、さっき一緒にいた男に頼んでボコった。ほう、相手はどんなやつだったんだ？そうだ、トドロキさんの店にいた人だよ。俺の店？多分めっちゃ怪我したと思うけど、勘違い男には当然の仕打ちだよね。あの人頭おかしいからそばに置かない方がいいよ。そりゃできねえ相談だ。黙って聞いてりゃ想像以上の女だな、てめえ。え？表面は綺麗でも性根が腐ってやがる。トドロキさん、あんたはこの男だろ。お前がボコったってのは。トドロキさん、さっきの会話もバッチリ取れてますからね。男がみんな言いなりだと思うなよ。ひどい、騙したの？こいつは俺の右腕だ。折った落とし前は高くつくぜ。その前にまずは謝る。は？アブエに謝れ。どうしてよ、私悪くない。あ、とことん腐ってんな、てめえ。痛い、やめて。この程度じゃぬるいくらいだ。俺たち全員で殴ったって、勘違い女には当然の仕打ちなんじゃなかったのか。そんな、男なんて全員言いなりの虫けらだったはずなのに。謝んのか、謝らねえのか。え、言えた。ごめんなさい、ごめんなさい。どうする、アブエ。お前が望むなら煮るなり焼くなり。いえ、トドロキさんのその気持ちだけでもう十分です。え？勘違いするな。トドロキさんに免じて許すだけだ。お前がバカにして見下してた男たちは虫なんかじゃない、人間なんだ。忘れるなよ。トドロキ、情報の提供ありがとう。まさかあんな有効な現地の録音が手に入るなんてね。アブエが許しても俺はあいつを傷つけた奴を許す気にはならねえからな。彼女も含めて紐吊る式に周辺の半グレ連中の逮捕につなげられたの、感謝するわ。そうか。それにしてもどうやってあそこまで白状させたの？職だけど刑事として見習いたいくらいよ。それはだな。あなたがいると店が華やぎます。近くで見ると一層綺麗だな。行きがかり状だったとはいえ言えない。アリガヤにだけは企業秘密だ。うん？
女刑事に虫が知らせることがないよう祈るヤクザであった。チャンネル登録と高評価してくれたら好き。俺からも頼む。有ヶ谷のためだと思ってな。